バネが出てきたら縦に縦に図を図示するといいと思います自然長の状況 L だけ伸びて v 0自然長の位置で速さ V になっているまず初めにこの速さを出すわけやねほんなら非保存力の仕事はありませんから力学的エネルギー保存則が使えます。まず前の状況はこの状況つまり L だけ伸びて弾性エネルギーが分の1 2 k l の2乗だっ これが自然長の位置で全て運動エネルギーに変わります。1 2分の 1mv1 の2乗。これ計算したら l ルート m 分の k。カッの2番は伸びがはめの半分になっているときです。はめの状態の力学的エネルギーは2分の 1k l の2乗。でこれが速さ v2 やから運動エネルギーが2分の 1mv2 の2乗でまだちょっとバネが伸びてますから伸び2分の l の分だけ 弾性エネルギーがありますと。ほんなら運動エネルギーイコールの形に直してあげたらまあこういう形が出てくるよとでこれを V2 について解けばちょっとここで考察グラフを使って考えたいことがありますこれ一番でははじめバネが持っていた弾性エネルギーが伸びが小さくなるにつれ運動エネルギーに変わっていったよねそれが自然長になったとき 弾性エネルギー二分の一ケールの二乗すべてが運動エネルギーに変わったんです。これって、この F. X. グラフでいうと、伸び L. の時の弾性エネルギーすべてが。運動エネルギーに変わりましたってことやね。じゃあ、伸びが半分やったら、何倍ですか。これ比べて。運動エネルギーイコール、二分の一ケールの二乗に対して、運動エネルギーイコール。 4分の3倍なんですよこれわかるはじ<え>めの方が弾性力がでかいからたくさん仕事をしたってことよねそれが運動エネルギーに変わりましたってことがこのグラフのこの部分の面積を見たらわからへん補助線引くと1 2, 3,、2、3、4全部で4の面積のうち伸びが半分になるまでの間にすでに4分の3だけ弾性力は物体に仕事をし終えてるんです その分運動エネルギーに変わってるんだだから4分の3倍まで変化しているでは次括弧3番最も縮んだ時のバネの縮み XMAX の M やね最もって言われたら一瞬止まってますだから運動エネルギーがゼロの状況で力学的エネルギー保存則を作りましょうはじめの男性エネルギーイコール最も縮んだ時の男性エネルギーこれ計算してあげたら L つまり初めの伸びと同じ縮みになりますこれが高校2年生以降に習う単振動っていうところの話なんですこうやって振動し続けますよ